アキナの飽きないチャンネル。なんで黙って見てんの？入り口どこですかキャプテンって。いや、言おう思った時もうぶち切れてはったんですよなかなか自信もないというかな、こうした方がいいんかなっていう。僕正直に言いました、最初に DIY 正直わからない。ただ父親は大工さんやったから後で聞いたらわかる。今神社行ってるから帰ってくるまで何度もできへんけど、それまではみんなで話し合おう。母親がなんか水とか、うん、ちょっと用意してくれてるみたいで、一回それ飲んで休憩しちゃい。早いって休憩。いや、なんで急に怒ったんやろ。あんなキャプテン初めてやったからさ、なんか丸太こうやってやっていって、それで何もでこうどうしようかみたいな。それなんでやらへんのみたいな。その一気に、あ、おった。出口。みんなで一回シティーボーイとか言うよ。シティーボーイちゃうやん。先生、シティーボーイちゃうのに。シティーボーイちゃうやん。違うのにこういう風に。ごめん。さっきはごめん。一旦ほんまにちょっと休憩して切り替えよ。休憩。はい。どっちが入り口とかっていう感じはあまりないってこと。確かに全く。両方とも。丸太でなんとなく繋いであるっていう感じ。そうですね。だからこのこっち側を入り口にしようかな。じゃあ別に入り口1個って発想じゃなくてもいいかもしれないですよね。そうそう、吹き抜けみたいな。そうそう。え、どういうこと？両方から入れるみたいな。両方からその、うん、ったらどっちからも入れるみたいな。ああ、めっちゃいい。それどうしたらいいの？あ、下は1段か2段ぐらい積むか0でもいい。して、この上をやったりってことですか。なるほど。あ、そうしよう。でも両サイドやっても、まあ、通り抜けになっちゃうけど。いや、全然いいっすね。通り抜けだけ。通り抜け。通り抜け全然いい？キャプテン。トンネル作るだけ。やっぱどっちか閉じようか。こうやっていきます。一回並べてみる？はい。で、こうなるってことやろ？はい。痛い手当てこれ今こんなんする必要あるの？線引くんや。なるほど。ちょっともう無理。ちょっとなんか思ったこと言っていいんですよね。はい、言ってください。手にやらんでいいんじゃないですか。あ、なるほど。確かに確かに本当これ面白くなくなるから言いたくない。絵を描いてもらえる？あ、はいはいはい。じゃあキャプテン描いてもらおう。はい。こう。何これ。これ何、これここかな。それ表札。うん、なんこんなんはしたいな。うん、名前書いてあげる、うん、みたいな。なんかこれがあの丸太のとこ、ね、ここ丸太のとこ、うん、これ全部埋めちゃっていいの？ここなんか覗くみたいな。あ、これ覗く。うん、こういったと消す。上は開いてるってことだよね。上開いてる、うん、入り口はそっちじゃないのね。入り口こっちってこと？こっち丸太の方やろ。うん、入り口はどっち？こっちにしたいんか。こっち全部閉じてる状態するの、うん、箱みたいになってるから今上から入れるってやつですね。入り口はこっちがいい。だからこれ消すわ。これ消して、これここ復活させて。上だけ閉じる。上だけ閉じます、うん、これ復活で、これも消してで、これ復活な。復活で、こっち丸太全部丸太復活っていう場合はね。丸太やけど、ここいらんで、ここ、なんか板、うんうん、ここ今、ないもんやと思って。
で、ここ復活してる。復活したのは何の丸太ってこと。ここ丸太で、ここいらいらんって感じ。いらいる。これはいる。ここいらん。ここいらんってするわな。これがいるやな。うん、うん、これ何。これここ、うん、これいる。思わないいる。いない。いない時もある。それはいない時もあるやんな、うん、ずっと入ってるわけじゃない。でもいてほしいから作るから、うん、いてほしい、うんうん、そうで、そう、これ何いるって。これ何のやつ。上の部分で、だおまみいるはいらんのか。 いない時もあるけど希望はいてほしいからいてほしいにするわ。わかる、わかる。俺は分からへん。で本人が分かってないといいんじゃない。俺は分かる。 OK? OK ちゃう。いや俺頭の中では分かってるからね。これみんなが分からへんやったら片方は丸太が上の方にあって片方は丸太が下の方にあるってこと。そうです、うん、はい。ほんで上の方に丸太がついてる方が入り口ってことや。はい。これが正面やとしたら右側が入り口になってほしいから上だけ、うん、丸太。はい。もう線引いたらビス打ち込んでいく。確かにそうしましょう、うん。上がどれぐらい開ける。5個ぐらいでいくか。 OK。 あるん、あの電動のあります。あれです、これですね。ほう。これが、これはそうか、コンセント入れて、はい、うん、ちょっとだけ穴開けてたら楽やんね。確かに。だから開けすぎてもあかんし。これこんなつけ方こんな甘いね。ゆるゆるなの。こんな少ないけど。え、それ上上げてから、違う、上上げてはめてで回すんだ。あ、オッケー、なるほど。中央そこを知る、うん、どういうこと。俺今何したらいいんやろ。え、ちゃんと、じゃあ一回あれ見たらこう。どれ。図面、図面。これ何や。あ、そうか、はいはいはい。これあかんわ。うっかり、うっかりでした。太すぎるってことね。いや、もしこうして打てたらこれ閉じ込めてた、下を。だからこっちにやらないといけない。あ、これいいな。これぐらいの隙間作って上に。で、下はどうすんの。ここは、ここの下は何もない。入り口ってこと。入り口。あ、こっちが入り口。そうです。狭くないこれ入り口。狭いか、ちょっと減らそうか。そんなにいらん、うん、入り口やったら、うん、これぐらい、3、4本でいいか。で、これがもう、そうか、ここ顔出してあげたんやんな、うん、固定引っ掛けた時に。そう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 。ほんいらんか、3本ぐらい。 OK。 これで一回行ってみよう。ほんなうわ、怖え。こんな感じで始まんの、ほんまに、うん、DIY って怖え。大丈夫やんな。大丈夫。いいんちゃう、十分ちゃう、十分ちゃう、うん。今何した。今だから
ビスを打ち込みやすいように、ね、うん、もう元いてな、これ、はいはいはい、これ離すで、はいはいはい、でなんで外すの、3つ開けんでいい、なんか1回ここもう打ち込んでしもって安心したい、ああオッケーオッケー、初めてのことやから、行くで、うん、入ったんじゃん、一回見てみて、どう、なんで打ったの、模様以上入ってますよ、あ、380本入ってそんな入ってるでも長さちゃうってこと、 裏どうなってるの、木の、え、木の裏は釘刺したとこ神経え、これ今やる前に届かんやろなって思った人いた、正直言って思った人、なんで言ってくれへんの、ほんまにちゃうでとか言ってほしいね、終わらんやんこんなペース、やる前に短いなって思わんかったんですか、思ったみんな同じこと思ってた仲間やな、そうや、気持ちが一つや、届けと思ったよそれは俺もせっかく買ってきたんやし、はい、届けとは思った、ああなるほど、届けって思ったから何も言わなかったってことですか、届かんやろなと思った、だってもうそれしかないし、釘ちょっとぐらいは出るかなと思ったんですけどちょっと出て刺さるかなぐらいのな全く出へんと思うそれが太いんじゃない、これがあそんな太くないとあかんそこ、例えばこのこれで良かったりせえへんかな、例えばね、例えばね、今すごい思ったんやけど、キャプテンこれにするでしょね、ほんでここを蝶つがいつけたらこうなるのよ、思わん、いやそれ今めっちゃびっくりした自分で、そういう扉にしたいの、丸太で下開けたいって言うてたから、さっきの図面と、そう図面と全然またちゃうから、なんかおる、なんかおる、みんなお前の声に
長男呼ばれたこと。行った。え？キャプテン、ちょっと背中痛めました。アキラの飽きないチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生はグッドボタンが大好きだから星の数だけ押してほしいよ。グッドボタンっていいねのこと？ああ、そういうんだね。